オッケー。おほー。な。よっしゃー。ちょっと待ってよ。これ今暖房がビュー言うてるから、暖房のスピードをちょっと緩めとこ温暖のう。ロースピを、ルー夢。空撮の 寸空前撮のの大。空撮で、アーチャツと。時間かかってしょうがないですよ。逆に。よっしゃ、ほな、まあ、行っときますか。よろしいですか。はい、はい。行き まよす。っ。おい、宮西尾美の。ミッドナイトシスター。いやいや、皆さん、こんばんは。お元気でいらっしゃいますでしょうか。宮西尾美のミッドナイトシスターズ。今回が82回目でございます。エリートゥーですね。はい、エリートゥーでございますね。いや、前回、まあ、前々回に81回目を配信させていただいて、はい。で、前回逆に80回目のライブ配信。そうですね。いやー、身のある。いや、本当にね、かなり勇猛やったと思いますよ。まあ、2人がチューバ奏者でね、こうやって話してたら、大体、まあ、そういうチューバの楽器の話題、マウスピースの話題になっていくと思うんですけど、全く違う楽器の人に来てもらって、打楽器っていうアプローチの仕方。いや、打楽器奏者からやっぱり得るものは多いっすね。まあ、そうですね。やっぱりその体の動きで全てを賄うじゃないですか。はい。力加減とかバランスも存在してて、スピードもあってパワーも必要でっていうね。全てが目に見えてるものと、我々全て目に見えないものですからね。本当です。だから、やっぱクラシック以外のそのニュアンス、ポップスとかにおける、やっぱ興味深いっすよね。いや、なんかそのあたりになってね、もう小谷さんならではの切り口ですよね。ねえ、まあ、書いてくださって、分かりやすかった。なかなか他の打楽器奏者の方とかでも出てこないようなアイディアかもしれないですね。そうですね、ならでは。いやいや、もう前回本当にね、すごいなんか勇猛やったなと。まあ、今回はちょっとそのあたりをね、いろいろとこう思い出しながら、なんか我々のそういう奏法であるとか、まあ、そういう考え方であるとか、もしくはその吹奏楽のね、指導者としてもね、いろいろとお話聞かせていただきましたんで、選手の振り返りをね、はい。今回はやってみたいと思いますよね。いや、もう3月です。もう今収録してんのが2月28日でしょ？はい。あと30分して3月ですよ。早い、もう。ねこれがだから順当にいけば3月5日の土曜日ですよね。え。そうです。土曜日の夜配信ですね。ちょうど僕大阪います。お、そうだ。某恐竜、あ、そうそう、某恐竜映画の。某大阪航空博覧お、そのままや。だから大阪で参加しまプす。レミア公開のチャットに参加していただいていることになると思いますね。はい、もうかじられたりしてると思って。恐竜に。恐竜。いやいや、まあそんなこと言うてやってますけどね、今週も張り切ってまいりたいと思いますが、お見知り師範代と。MJ 教官でーイす。エまあまあ、てな感じでね、はいはい。先週をちょっと振り返っていきたいなと思いますけれども。ライブ配信の3時間、4時間前に誘って決まったので、まあそうです。えらい、なんかテレビ出るみたいで緊張するわって緊張してはったんですけど、でも、ね、話し始めたら結構饒舌に話してくれてましたよね。はい。楽しかったし、もうちょっとね、ゆっくり掘り下げて。そう。もっとね、じっくり話聞いていくと、すごい面白いお役立ち情報みたいなことがね、いっぱい出てくるんですよ。なかなか我々、チューバ吹きの中では出てこないようなアイデアというか、さっきもね、ちょっと言いましたけどね、その、ティンパニを、こう、叩いたときに、マレットから手を離したらどうなるかみたいな話とかもね。面白かった。普通に考えると、まあ、こう、マレット叩いて手を離したら、ボイーンってなんかこっちに返ってくるとか思いそうですけどね。スーパーボールをティンパニーに投げてるような感じって、その師範代が見た時には言ってたんですよね、レッスン見てる時には。
うん、そしたらスーパーボールを投げたら絶対向こう側にビヨーンと飛んでいくじゃないですか、うん、それはイメージできるけど、ティンパニのマレットのこの柄を持ってる、うん、スティックの部分をマレットの部分を持ってて叩いたら離してもこっちにボンと返ってくるんじゃないかなっていう、勝手に握ってるものがあるからそういう判断をしちゃうんですけど、ここがある前提になってます、うん、そう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 、だから叩いて離したらビヨーンって向こうに行くんやでっていう話を してた時に、はぁはぁはぁ思って、面白いな。そうだからね、他にもね、まあ、あのティンパニの話だけねしてたので、あの他の楽器の話ももっといっぱいできたら、打楽器の話もいっぱいできたらなと思ったんですけど、そのほらマリンバをこするんやっていう話をしてたじゃないですか、はいはい、トレモロしてる時にマリンバってこうこすってるみたいなね、うん、うん、なんかそういう発想もなかなか我々管楽器奏者からしたらなかなか出てきづらい。やっぱりあのまあもう習慣で、うん、まあ、ガストを指揮してても、うん、まあ、打楽器一番後になっちゃって分かんないですもんね。分かんないんで。そうでもあの我々中楽器だから、うん、低音のこと、まあ、伴奏のパートのその持ってき方とかって、はい、行った学校とかでやると、まあ、なかなかその伴奏の指導、あの伴奏のパートの言ってされないので新鮮でしたって言われるから、多分みんなやっぱり自分のパートのこととかね、やっぱ持ち合う持ちというか、まあ、お互いにね吹奏楽の指導をするじゃないですか。そしたら吹奏楽の指導してても、はい、使う言葉一つでイメージ、そのまあ中高生も一般のアマチュアの方々もこうキャッチするイメージが全然違ってくると思うんですよね。はい、うん、だからそういうなんかトレモロする時の話とかでも、やっぱりさっき言ってたその叩いてる、トレモロを叩いてるって言われるのと、うん、そのトレモロでこすってこうわーって響かせてるみたいな、うん、だからそういうイメージで話をするのとで多分受け止め方が違ってくるから出てくる音も変わってくると思うんですよね。そうですよね、うん、いややっぱね、もう一日でいいからやっぱりちょっと自分で体験してやっぱ一回やってみなきゃあかんっすね。そうだから本当にね、例えば中学校1年生の時にみんな全部の楽器を一巡させられる時にシンバル叩いてみましたとか大太鼓デーンってやってみましたみたいな、そんな経験程度かもしれないけど、その指導しに行った先でこれこの人の家に違うみたいな感じでいろいろ体験してみたり、うんうん、なんかそういうことしながら、あこうやっていつもどうやってやってるのちょっとやってみてよとかって叩いてみてもらって、あこれがこうなってる方がいいんかなとかっていろいろ一緒に体験しながら探していった方がいいのかもしれないですね。いいかもしれないですね。うん、師範大が指導してる大阪の某弁天町にある高校のコンクールの自由曲で、あのリハルト・シュトラウスのアルペンシンフォニーをやったんですよね。あれどこか一部分ずつ、そうちょっとずつかいつまんでね、自由曲で、うん、はい、あのもうあの最初開けてくるところからスタートして、で日の出があってでいきなり山登ってみたいな、ほんでもうすぐ下山みたいなもうほんまにちょんちょんちょんと、まあね、あの課題曲含め12分しかないので時間が、うん、でそういうその時にやっぱ日の出のところのシンバルってすごい重要じゃないですか。あそまあそうっすよね。ね、いやらららららってあそこがもうジュワーンっていう一番いい音でシンバルにこう響かしてほしいポイントで、それを合奏してる時に たまたまというか小谷さんがあの遊びに来てくれたんですよ。であの打楽器あのちょっと聞かして言うて、打楽器の子らだけ後でレッスンしてもろてってしたんですけど、その時にやっぱシンバルの音がもっとよく響く、もっといい音で響かしてほしいな言うて、でどうやって叩いてんのってちょっとシンバルの子だけやってみてって言ったら、やっぱシンバルの子が腕でこうやってジャーンって合わせてこうやってやるんだけど、うん、腕で合わせにかかってるみたいな、うん、いう風になってるのを小谷さんが見つけてくれて、でちょっと楽器を置こうかって言ってスタンドに置いて、こう背の高い男の子やったんですけど、小谷さんが僕が君の手首をグッと掴んで体重をかけるから、それをグーッと僕を支えて持ち上げるつもりで体ごと前に腕を出してみてって言って、うん、いうふうにして小谷さんが手首持ってこうグーッとこう体重かけた。
ほんでその子がこう、ここに腕にこう小谷さんの手があって、その状態を体で体重を支えるような感じでぐーっと前に腕ごと持っていって、その感じでシンバルを持っていこうかっていう風にしてシンバルを持たせて、で僕がこう手首を掴んでると思ってこうやってそれをぐっと持ち上げてるぐらいのつもりで、あと振り子の運動で前に合わせに行ってっていう風に説明して、何回か叩かしたらジュワーンって急に響き始めて、やっぱりその体のその幹がしっかりしてて、でしっかりしてるところで振り子の運動っていうか、しっかり自然に揺れを作ってその中で持っていかして合わせるっていう、そういうのがやっぱ大事なんやなと思ってね。いやそう考えると、それを音楽のテンポの中で合わせて一発シンバルってすごい。そうですよ本当にね。あの人たち の一発勝負感って我々の日じゃないじゃん。日じゃないね。我々も大概待って吹くけど、我々より待ってますからね。そう、あの新世界とかね。そうやっぱ打楽器ってもう合わさった瞬間に、音が鳴った瞬間に響き始めて、そっから自然減衰系じゃないですか、どっちかというと、はい、そうだからやっぱそういう意味ではあの一発勝負っていうところにやっぱ強くなかったら、やっぱりそのためには体が柔軟じゃないといけない、でそのためには頭の中のイマジネーションが豊富でないとみたいなね。本当に物理的に体の使い方が大事ってことですもんね。そうあれね、例えば一応押さえてて、その負荷をかけてやる練習ないっすもんね。そう、我々あの口立て伏せとかね。そんな歯折れてまうっていう。そうそう。歯トレーナーってね。金管楽器だったらまあ大体似たり寄ったりというか、同じシステムで演奏してるから、なんとなくイメージできるじゃないですか。だけどやっぱりそういう打楽器のアプローチってなると、まあやっぱ管楽器の中でもあんまりないこと。そうですね、市販台とこにもよく聞きに来てくれるんですけど、我々も打楽器類を演奏するときにどうすればより響くようになるのかっていうことってやっぱり最初わからないと思うんですよね。だから指導するときにやっぱり一番こう言葉が出にくいというか、もうあのリズムずれてるよっていうところをまず、そう縦の線みたいなことしかね、出てるよ、こう速い遅いとかってことにやっぱなっちゃう。そうその程度しかなんかアドバイスしてあげられないというかね。そうなんですよね。いやだからそうやって打楽器奏者の人とそういう音色を考えるとか響かせるとか、なんかそういうことについていろいろ話 してみるのって結構面白いと思いますよね。あの僕興味深かったのは、あのその音 その始まりの重みを出すのに、あの後出しじゃんけんで勝つっていう、で、まあ、動作を止めずに、しっかり後出しで勝つっていう、これなかなかいいアイデアですよね。であの小谷さんもそのずっと指揮見てる人なので、あので自分自身も指揮振るじゃないですか。で我々も指揮振るでしょ。だから指揮者がオケの指揮者が目の前に立って指揮振ってるのをずっと見てるんですよね。で、その見てると言っても多分 MJ 教官も自分で指導して指揮振ったりするから、その指揮者の見方が自分で指揮振って指導したりする人としない人とで指揮者の見方が違うと思うんですよ。違うと思いますね。で求めることも違うと思うし、指揮者が求めることに応える感覚もちょっと違うと思うんですよね。でそれをよく小谷さんと話するんですけど、よくほら吹奏楽とかやってるとチューバが重たいとか遅れるとかモコモコするからはっきり吹けとか、言われるって、よく中高生がね顧問の先生によく言われるんですとか指揮者の先生に言われるんですとかってよく聞くじゃないですか、ああいう時にね MJ 教官ってどういう風に生徒になんか指導したりしますか。聞けば遅れてもこもこ聞こえちゃう問題。そう、まあシンプルにあの本当に発音が遅い子の場合、反応があの後手後手に回ってくることが多々あるので、あの個性だと
あの多分その子はオンタイムのつもりなんですけど、前を見させるけど打点の前っていう、はい、を意識させるように、あの率先してそうするようには言いますけど、うん、なかなか難しい。そう、結構この問題って難しいと思うんですよね、うん、師範代、そういうあのなんて言うんだろう、合奏指導というよりも先生が指揮振ってて、例えばコンクールとかの時期の前に合奏をちょっと見てくださいって言われて、先生が指揮して生徒が演奏してっていう中で、先生がチューバがいつもねちょっと重たくてモコモコするんですよねとかって、でいつもはっきり吹けって言ってるんですけどなかなか遅くってみたいな話になった時に、あの先生にも原因があって生徒にも原因があるっていう話をよくするんですよね。生徒はやっぱり極力先生の指揮を見ながら演奏しようとするけれども、先生は生徒に指揮を見せるつもりで、あのオンタイムで指揮を振ってる、うん、だけどここっていうところでこうやって指揮を振って振り下ろして、ここって指し示してるだけだったら、生徒はそのここを見て、うん、そのタイミングで演奏しようとするから必ず遅れてくる、うんうん、だから式で大事なことは、次このタイミングで行くよっていうその前を見せることが大事ですよって、うんうん、なかなか難しいです。あのそれやれる生徒あんまりないですよね。そうだから難しいんやけど、まあプロのあのオケでね、その、うん、プロの指揮者が来てあの演奏するときとか指揮振るとき、あこの人上手やなっていう人は必ずうまいことブレスを吸わせるんですよね。そうですね、はい、うん、そうだから本当にこうスパンってこうやって出すのが上手っていうよりも、はいってこうやってうまいことすくい上げる、うんうん、だからその技術を先生に習得しろとは言わないけれども、先生もその生徒にこのタイミングでここで欲しいっていう一個手前を生徒に見せる、感じてもらうようにしてくださいって指示を出して、で生徒たちにはこれね、すごく語弊があるかもしれないけど、みんなで演奏しててどうしてもやっぱりみんな聞きながら演奏した方が気持ちいいんですよ。はいはいはい、うん、知ってる曲だし、知ってる曲を知ってるように聞こえてるものに対して演奏したいけど、聞こえてるものに対して音を演奏した時っていうのは聞こえてから吹いてる、聞こえてから吹いてるっていうアプローチになるので、うん、あの全部ちょっとついていく感じになっちゃうんですよね、うんうん、で、あの特に低音の人たちって和音で考えるとドミソっていう和音があったら、まあ、大体コーンを持ってることが多いんですよね。うん、だからこのドミソの動画遅れて聞こえないようにすることを考えると、みんなでせーのポンって音が発音されるときに誰の音も聞こえてない状態で演奏するつもりで演奏しておかないと必ず遅れてるからねっていう話をして、うん、だから先に吹くとか、フライングするとかって言うんではないけれども、先生の指揮を見て先生にブレスを取らせてもらったらここで先生欲しいよねっていうその予測と、それから誰かの音を聞きながらじゃなくてみんなの音もここでみんな吹くよね、このタイミングで吹くよねっていうことを連続して考えながら演奏するっていうことをよく指導してるところで話をしたりするんですけど、なかなかその感覚って難しくて、まあ、だからいつもそのレーダーを張り巡らせてないとなかなかこの感覚気づかないかもしれない、うん、そうですね。だから本当に聞くっていうことを頑張りすぎると逆効果かもしれない、うん、先生によく聞いて遅れてるでよく聞いてって言われて聞こうとしすぎると聞いて吹くっていうちょっと後手後手な感覚になっていくので、だから逆に聞きすぎないように、うんうん、聞くんじゃなくてみんなでここでそう、このこれを合わせようねっていうタイミングをね、これは難しいけどね。あとはなんか全然関係ないんですけど、うん、まあ、その先生が指揮してて、うん、それをこう聞いてるレッスンの時の、うん、よくあるのって例えば
まあ、クレッシェンドで盛り上がろうとしてて、まあ、じゃあ1、うん、2、3、4、1で向かってクレッシェンドしてるときに、うん、あの、手が上がっちゃう人が早い人多くないですか。はい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 、はい。盛り上がりたいのに、うん、1、2、3って上がっちゃうから、うんうん、あの、もうこれ降りるだけだから、こっからもう盛り上がれなくなる。うん、で、なかなかここ盛り上がらないんです、みたいな。うん、やっぱりね、あの、四季振るのって、あの、まあ、我々も四季振り始めた頃って、うん、まあ、分から、まあ、分からないなりにこういろいろやってたと思うけど、見よう見まねでやってたと思うけど、はいはい、分からん時ってね、多分ポイントですごい振ってると思う、ね、そうそう。でそれがマーチとかだったら別にそれでも大丈夫かもしれないけど、バラードみたいな曲とかなんかゆっくりの曲とかになってくると、やっぱり線で振らないといけないようになってくる、はい、よね。だからこうなんか線で振って盛り上げていこうとするのも、なんかポイントで1、2、3、4ってやるともう盛り上がりが、そう、だともうそこ上がってる。そう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 、なかなかこういうのもね、まあ難しいですよね。気持ちはすごいわかる。うん、でもやっぱり、ね、こういうのって、まあ、難しいし、まあ、その場でなんかそのイメージを、ね、ゲットしてもらうっていうのもなかなか難しいから、やっぱりその指導しに行った先で先生が指揮で困ってる時って、あの、やっぱりたくさん指揮者を見た方がいいですよって、うん、あの DVD とか、ね、そう映像関係であのプロの指揮者が振ってる姿をよく見て、あ、こういう時にはこんな風にするんやなとか、この人はこんな風な振り方なんやなっていうのをいっぱい見て経験して、で、まあ真似してみようって思うところからスタートやと思いますよっていう話をよくするんですけど、なんか MJ 教官は好きな指揮者とかいました？あのね、そういう世界一超一流の指揮者の人たちの、まあ、映像を見たり演奏を生で聞いて、ね、指揮が見れる状態にあるんだったら、こう見える角度から指揮を見てみたり、コンサートとかでも、うん、そういうことを経験するだけでもやっぱり全然違ってくると思うんですよね。見て聞いて蓄積されていったら、絶対それって体から出ていきやすくなっていくし、内袖は振れないって言うじゃないですか。だからそういう風に振りたいと思ってても、体の中にそういう情報がなかったら体から出てくるものってないですからね。いろいろ見て、そう、ぜひそんな風に勉強してしてみていただきたいですよね。うん、なんか今度そのうち、この人で吹いてみたかった指揮者ランキングとか、まあ、もう叶わないけど、そうそうそう、この人で吹いてみたかったランキングとか、うん、いいと思う。はい、うん、いや、だからこ多分ね、ご視聴いただいてる皆さんも多分そういう、まあクラシック音楽とか好きでね、よく映像で見たり、まあ、YouTube でいろいろ見られたり、 DVD 実際にね買い漁って、好きで見てらっしゃったりする方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんかそういう指揮者を見るみたいな、うん、なんか僕この指揮者好きなんですとか、なんかそういうのがあったらぜひね教えていただきたいですよね。我々は我々でいろいろ経験してきたり、まあ、見聞きしてきた中で、これいいな、この人すごいなって思う人っていっぱいあると思うんですけど、例えばアマチュアの方々とか、もしくは学生さんとかでもね、お詳しい方はすごい詳しいじゃないですか、うん、意外と音大生とかよりも一般大学でオーケストラやってる人たちの方がむちゃむちゃマニアやったりするでしょ、はい、そう、だからそういうのがあったらね、ぜひね、皆さん の, あれもコメント欄にね、書いて教えていただければなと思いますね。まあ、なんかそういう回作りましょうね。じゃあやりましょう。うん、ぜひ面白いと思う、ネタが、うん、いや、それこそもう一回小谷さん来てもらって、小谷さんにもその参加してもらえたら面白いかもしれないですね。ああ、そうっすね、うん、小谷さんがどんな指揮者に影響を受けたのかとかも多分 MJ 教も結構興味あるでしょ。あります、あります。うん、吹奏楽指導者としての話も聞きたいですね。そう、もうちょっとやっぱりね、先週のライブ配信はまあまあ1時間半ほどやらせていただいたんですけど、まあ、その中に凝縮するにはちょっとまあ、足りないというか、うん、あんまり長くやりすぎてもあれですからね。そうですね。だから、うん、だからまあ1時間半の中でちょっと収まりきらなかった部分もあると思うんで、まあ、なんかの機会に一回そういうまた話をしてみたいですね。
ぜひやりましょう。ぜひまたやりましょう。皆さん楽しみにしておいてくださいね。はい、みたいな感じでですね。はい、どうですか、もうこれ寸芸のイーダーじゃないですか、これもう完璧じゃないですかね、テキパキとあの、はい、やらせていただきましたけれども、まあでもあの、まあ、先週を振り返りつつも、なんかこう自分たちの中でも新しい指揮者っていうところにあの、うん、スポットを当ててですね、なんかそういうお話がまた今度できるかもしれないので、なんかそれはそれで楽しみですよね。でなんかまた指揮者の方も、そうね、そうね、指揮者の方をゲストに迎えてっていうのは、はい、面白いかもね。はいはい、やっぱあの方かな。ああ、あの方ね。ね、我々あのほらアンサンブルとかしてると、あのお互いに指揮者の役割したりもするじゃないですか。はいはい、うん、だからそういう意味でもなんかこう呼吸で読み取ってもらおうとか、うんうん、なんかこうブレスするときに、はい次にフレーズいくよみたいな感じでちょっと動くだけだけど、そのブレスを合わせてフレーズを揃えるとか、音楽のピークをここに持っていこうなっていうのを演奏しながらこういろいろアプローチしたりするじゃないですか、うん、なんかああいうのもそのやっぱり演奏しててその指揮の要素がちょっとプレイの中にやっぱ入ってくると思うんですよね、うん、だからそういう意味でも、いや僕指揮者しないんです、私指揮者やるつもりないんですっていう方でも、なんかプレイの中に必ず影響してくると思うし、あの人と呼吸を揃えるとか、あのなんか指揮者をよく見てる人の方がそういうことが上手やったりすると思うんですよね、うん、だからそういう意味でも、まあ、ぜひ指揮に興味を持っていただいて、そういう見方でコンサートを聞いていただいたりするとまたいろいろ変わってくるかもしれないですね。だいぶ変わるでしょうね。ね、うん、いやいや、ぜひなんかそんな風にあの指揮にも興味を持っていただいて、でオーケストラとか吹奏楽の演奏会もぜひ興味を持っていただいて、ホールに足を運んで、皆さんでこうどんどん活性化していって、日本全体がこう音楽界が盛り上がるようなね、そんな方向に、またコロナでちょっとしばらくの間おとなしくしてましたからね、うん、ここから先また盛り返していきたいですよね。はい、はい、ってな感じで、今週はじゃあブンブンもう回しておきますか。いきます。はい、お宮西帯のミッドナイトシスターズでした。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。82回のもう82回やってたらもう腕が前足まあ前足がね。そう、恐竜大作戦の時に時間があったら小谷さんと収録できたらよかったんやけどね。あ、だからそっか、僕と小谷さんしかいないから。そう、俺降りてるからね。自慢げに生徒に、あのさ、ここすごい高級住宅街でめっちゃタレントさんとかいっぱい住んでんねんけど、ビーズの前田がここ住んでんねんで、とって。だってビーズの前田って誰ですか。ビーズ知らんから、あの人。多分ビーズとチューブが一緒ことになった。